私に嫌がらせをずっと長いことしてきた人の数学の授業動画、英語の授業動画、めちゃめちゃ荒れますね、コメント欄で。いちいち電話したり手紙を送ってきたりするやつ、理由としては嫉妬です。超絶アンチになるわけですね。さあ、始まりました。むっちゃチャンネル。さあ、いよいよですね。この間ね、予告した通りですね。私に嫌がらせをずっと長いことしてきた人の話をしようかなと思いますね。まあ、これは、河合塾にいる限りは、まあ、話せないだろうなと思ってずっと言わなかったんですけど、もう本当嫌な記憶で忘れかけでいたんですが、そうですね。河合塾辞めたので、まあ、この話がいよいよできるようになりました。はい。まあ、英語関係と、やっぱ数学は荒れやすいですよね。まあ、もちろん、世界史かな、世界史っていうのももちろん荒れやすいです、いろいろな面でね。だからゆきお先生のね、ユーテラのでもまあしつこくコメントしてきて、まあブロックされた人もいます。それはやっぱり政治的なね、見方っていうのはやっぱ人によっていろいろあるじゃないですか。右だったり左だったりね。でそういったもので揉めるっていうのは結構あるんですけど、まあ一般の人たちもねそれわかるんで、多少はね、そういった面で起こりやすいってやつです。でそれに対して英語と数学に関してはセミプロがむちゃくちゃ多い教科になりますね。まあ数学をやってきた人も多いし、英語をやってきた人も多いし、でそれでまあ多少ご飯を食べているっていう人もいるし、趣味でやってるっていう人もたくさんいますよね。だから荒れやすいです。だ数学の授業動画、英語の授業動画、めちゃめちゃ荒れますね。コメント欄ね、ここが違うとか、ここはこうした方がいいとかっていう風になるし、 SNS、 まあ Twitter なんか見ててもまあ揉めてますよね。数学の先生たち、英語の先生たち、まあ揉めてます。本当にめちゃくちゃ揉めてます。それぐらいいろいろあるわけです。で数学に関してはまだでもね、答えがあるものなので、まあいろいろ道筋は違えどね、英語は答えがないものがいっぱいあるので、言語なので誰が正しいとかってなった時にまあ難しい。まあ昨日のねニックとの動画に関してもすごい論点ズレズレのコメントとかが来てるわけですよ。いろいろそんなこと言ってないでしょ、別に日本の教科書は間違いだと言ってないよ、別にそれを使って教える人がこうだっていう風にね、いろいろ教えたりして、でそれに関していやそれは違うだとかっていう風に揉めるわけです。でそれも文法もそうだし発音もそうだし、まあいるじゃないですか。まあ多分英語の先生たちね、これ見てる人だったら、もう SNS やってる人だったら、あ絡まれたわこいつにっていうのあると思うんですよ。ペンギンとかさ、あいつとかはすごい、もうすごい前ですよ。めちゃめちゃ俺に絡んできて、すっごいいろんなこと言ってきて、それは違う、あだこだこだこだっつって言ってきて、そうだから全然違う SNS です。当時は何だったかな。でまた今年 YouTube で絡んできてさ、あもうこいつ忘れてるんだなと思って、もうそもそもいろんな人に絡みすぎてて誰に絡んだかを忘れちゃってるんですよ。もうそれぐらい病的な人っているんですよ。もう自分の考えが絶対に正しいと思って、それをこう押し付ける、いろんな学習者だったり先生たちに押し付けるっていうのはいるんですね。でもそれ嫌がらせのレベルに行くんですよ。でも決まってる人がまあ数人いて、だ安越さんに言ったことがあって、一回そのね何年か前にもうめちゃくちゃ絡まれててもう大変ですと。別にいいんですよ。オンライン上だけで言ってくるんだったら構わないし、それは勝手に言ってりゃいいんで、ブロックすりゃいいだけですけど、いわゆるリアルな、その所属先に、いちいち電話したり、手紙を送ってきたりするやつ、メールもそうですね、が出たんですよ。で、それを言ったらね、安越さんに、そしたら、はい、これこれこれっつってね。そう、名前をね、これこれこれっつってなって、そうなんだ。やっぱ分かるんだ。もうそういうことしてくるやつって決まってるんだって言ってて、そういうのが分かったんですけど。で、まあ、理由としては、嫉妬です。完全に。もう嫉妬、自分は全く日の目を見ない状況なのに、この英語講師、俺とは違う、間違った意見を言ってるやつが、売れてるっていうか、世に出て知られているなんていうのは許せないっていう感覚なんですね。だ安越さんもめちゃくちゃ叩かれたし、周りの知ってる人たちもすごい叩かれて、まあ、結構な追い詰められ方をした人もいるんですよ。その人一般の人ですよ。ちょっと塾で教えてるぐらいの人なのに、まあいろんな大学の先生とか絡んで大変なことになって、でまあね、所属先がないっていうのはね強いんですよ。こう失うものがないわけじゃないですか。その塾のバイトしかないから、その人は。で、まあ、調べて分かったんですね。もうどこの県にいるとか、どこのあたりにいるとかっていうのも分かるし、顔も分かるし、名前も分かる。で、こういう風に嫌がらせされたっていう他の人たちも、彼はこうこうこういうことして、こうこうこういうことして、今までこんなことをしてきたんですっていうのは来てたんですね。
で、まあね、炎上をよくする人間だったんで、それがあるたびに、それに、その波ってんだか火に乗ってんだかわかんないですけど、それで、いろいろ連絡してたんですよ。で、東進に連絡したり、河合塾に連絡したり、で、僕大学でも働いてましたから、大学に連絡したりして、で、まあ、長時間の電話とかで悩ませてたわけですね。で、まあ、あと大学で呼び出された時は、大学のテストを SNS に乗っけてるっていうやつだったんです。これは生徒の個人情報であるみたいなんで、ちなみにそれ僕が作ったテストですね。僕が作ったテストで、名前とかも載ってないですよ、もちろん。で、僕が出した単語の部分ですね。単語でこういうテストですっていう風にやって、で、生徒の回答が載ってるから、これは個人情報だ。いや、誰が部下いたかもわからんし、何を言ってるんだ、この人って思ったんですが、一応消すことになったのかな、それはね。わあ、すごいね。所属から何から全部調べてって。で、E メール、手紙だったかな。それで河合塾にも来て、電話も来てて、で、ただ河合塾側はちょっと言えないんですって言われたんですよ。で、だからその大学側に無視すればいいですって僕は言ったんですけどね。そんな気にしなくていいです。この人単なる嫌がらせ、嫉妬深い嫌がらせの野郎ですって言ったんですけど。で、河合塾の場合はですね、言ったのが、その文句言えないんですよ。ちょっと言いたくないんですって言ったのが、なんでですかって言ったら、元河合塾関係者だからですって言ったんですね。で、これがまあ、この間の動画で言った、知るか元河合塾関係者だから強く言えないって、そんな意味わかんないでしょ。それわけわからん。知らないよ、そんなの。元なんでしょ、しかも。だから元講師とかじゃないんですよ。採点業務とかやってた人らしいっす。だからつまり人気ないんですよ。つまりまあ先生としては。だから辞めさせてくれって河合塾に言ったんだけど、言えないと。で、だからそっちのね、送ってきたその電話番号だったり住所だったりあるんだったら言ってくれと、こっちが言うから。いや、それは個人情報で、つって。僕はだからコンタクト取れない。で、唯一その探した時に日本英文法学会だったかなんだかに所属してたんですよね。で、だからそこにまあもう連絡するしかないかなと思って。言ったら、いや、ちょっとやっぱそういうことに関しては、彼個人がやってることなんで、やっぱこちらから言うことはできませんって言って、まあまあまあ、もっともですけどね。普通に考えて、まあまあ、聞き込まれたくないですもん。でもそうそう。だから、英文法学会とかには入ってるんですよ。で、普通のね、その英文法学会の、そのまあ、だ名前で検索したんですけど、僕もね、まあ、彼が僕を名前で検索して、所属先を見つけたように、僕も名前で検索して出てきたのが、その学会なんですけど、で、学会に所属してる人たちって、自分の所属先があるわけですね、普通。何々大学とかっていうですね、何々大学の准教授とかさ、教授とかさ、そういうポジションがあるんですけど、だから彼は何もなかった。名前だけで所属先が書いてなかった。あ、やっぱりうまくいかなかったんだと。そのだから研究してね、英語を研究して理論だったりとかっていうのをね、こう広めていきたいみたいに思っていたんだけれども、全くうまくいかなかった。で、まあまあ年も相当いっちゃってますから、もう表に出ることはなかったっていうのから、すごい嫉妬に変わるわけですよ。もうもはやあいつの言ってることは全て悪い、私の言ってることが正しいんだっていう超絶アンチになるわけですね。ダメですよ、そんな嫌がらせは。業務妨害になりますからね、普通に。で、言ったんですよ、河合塾にも。だから業務妨害じゃないですか、それって。訴えたりできるんじゃないですかって言ったんだけど、関係者だったからできないって言われてさ、はぁってなったのを覚えてますね。その呼び出される時ってね、メールとか見せられるんですよ。メールの書いてる内容とかで、ね、もうめちゃくちゃそんなことでっていうようなね、そういう人もいました。そんな、最初はその英語関係で、まあ、文句を言う、こうこうこうだ、あだこうだって言ったものから、こうネット上に出ている情報から荒探しして、これは良くないことだって言って、送ってくるっていう風になったんですよね。なんというか、まあ、とんでもない化け物誕生みたいなね、感じでしたけど、でもまあ、ネット上でね、あだこうだ言うのはわかるけど、そのリアルにね、言っていくのはちょっとって思いますよね。はい、そんな感じでですね。実はまあ英語っていうのはすごい大変です。英語という教科は。他の動画で喋ったんですけど、理論もいっぱいあるし、証明のしようもないものいっぱいあるし、分かってないことなんか山ほどあるんで、それで自分の考え方が正しいとかね、分かってないことで言われてもって感じですね。もちろんもう明らかな間違いいっぱいあるわけですよ、こんな。で、そういうのをいっぱいコメントに書かれて困るみたいなのはあるんですけど、まあだから自分の知ってる知識が正しいとかね、ネイティブがこう言ってるからってみたいなのはね、まあまああるわけですよ。ネイティブ最強論と、いやいや違う。はい、いろいろあったりするんですけど、まあ英語はとにかく荒れやすい、揉めやすい。それに加えて教え方だもんね。この教え方は合ってるだ、間違ってるだ、良くないっていうのがあるので、大変なんです。はい。まあ、大変な絡まれ方をするっていうものはあるんですよね。ということで、まあ、長年嫌がらせをした人の話でした。懐かしいな。まあ、だから、その人に絡まれてる人いっぱいいるから、ああ、あの人のことだってね、思ってると思います。当時ね、応援のメッセージとかくれた方々、はい、ありがとうございました、本当に。大学の先生からもメッセージいただいたりもしましたしね、ということでございました。はい。どう思われますか？どう思われますかも何もないか。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.